東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ、春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ、最後は大外枠のソングライン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。先行争い何が行くでしょうか。ジャックドール前に行きそうです。先手を取ったのはジャックドール、すぐ後ろにソダシ、その外からカフェファラオ、並んで15番マテンローオリオン、内からはドルチェモア、その外にウィンカーネリア、シュネルマイスター、そのうちに続いています。内からはガイアフォース、これに続いてメイケイエール、その外にシャンパンカラー、さらにはダノンスコーピオン、その隣にソウルラッシュ、その外にレッドモンレーブ。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。この辺りで先頭が変わりました。ドルチェモア、まだ粘っています。ジャックドール、ほとんど差がありません。間を挟んでソダシ、3番手最後の追い比べ、先頭はジャックドール、突き放しにかかります。ドルチェモア懸命に足を伸ばす、外からシュネルマイスター、ジャックドール先頭、200を切った、シュネルマイスター先頭だ。2番手はジャックドール、シュネルマイスター、これは決まったか。先頭はシュネルマイスター、1着でゴールイン、2着はソウルラッシュ、3着にソングライン、シュネルマイスター、見事このレースを制しました。スタートしました。ソダシ好スタート、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがソダシ、ソダシ先手を取りました。すぐ後ろにジャックドール、その外にドルチェモア、その外からウィンカーネリア、並んで16番カフェファラオ、この位置にマテンローオリオン、隣にはガイアフォース、シュネルマイスター、すぐ後ろ白の帽子メイケイエール、その後ろここにシャンパンカラー、その外にソングライン、内からはダノンスコーピオン、その外にソウルラッシュ、さらにはレッドモンレーブ。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。前はソダシ、2番手はジャックドール、マテンローオリオン、3番手4コーナーをカーブして、さあこれからです。ソダシ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張りきれるでしょうか。ジャックドール前を捉える勢い、あと 200m、 シュネルマイスター追い上げてきた。先頭はシュネルマイスター、2番手はソダシ、シュネルマイスター、シュネルマイスター、1着2着にはどうやらセリフォス、3着にソダシ、勝ったのはシュネルマイスター、このレースを制したのはシュネルマイスター。スタートしました。ジャックドール、これは好スタート。おっとメイケイエール、遅れてしまいました。3番ジャックドール行きました。ジャックドール先手を取りました。これに続くのがマテンローオリオン、ソダシ、そのうちに続いています。その外からカフェファラオ、さらにはガイアフォース、並んで8番ドルチェモア、ウィンカーネリア、それに続きます黄色の帽子シャンパンカラー、その後ろシュネルマイスター、この馬もこのグループ、すぐ後ろにメイケイエール、その後ろにレッドモンレーブ。ここまでほぼ平均ペースです。さあ先頭はまだ3番ジャックドール、2番手はマテンローオリオン、カフェファラオ、3番手4コーナーをカーブして、さあこれからです。ジャックドール先頭、後続とは3馬身以上、その差は縮まらない。ガイアフォース足を伸ばす、この差は果たしてどうだ。残り 200m、 ジャックドール意地を見せる、あと100、2番手はガイアフォース、ジャックドール、これは決まったか。ジャックドール1着、2着はガイアフォース、ジャックドール、見事このレースを制しました。好スタートを決めたのはドルチェモア、綺麗なスタートを切りました。8番ドルチェモア行きました。ドルチェモア先手を取りました。内からはジャックドール、その後ろからはマテンローオリオン、ガイアフォース、そのうちに続いています。その外にカフェファラオ、内からはソダシ、その外からウィンカーネリア、メイケイエール、それに続いています。その外にシュネルマイスター、ソングライン、すぐ後ろ内からはダノンスコーピオン、並んで9番シャンパンカラー、すぐ隣にレッドモンレーブ。これはややスローペース、後ろの馬には厳しい展開です。この辺りで先頭が変わりました。ジャックドール、2番手はドルチェモア、マテンローオリオン、3番手ジャックドール先頭、その差は1馬身から2馬身。ドルチェモア2番手、手応えはどうか。外からシュネルマイスター、後方からソダシ、残り 200m、 ジャックドール意地を見せる、
2番手はガイアフォース、ジャックドール、デバル、ジャックドール、ジャックドール、1着、2着にはどうやらガイアフォース、ジャックドール、見事このレースを制しました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはセリフォス。綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがセリフォス。先手を取ったのはジャックドール。その外からドルチェモア、ソダシ、そのうちに続いています。その後ろからはカフェファラオ、内からはガイアフォース、その隣にマテンローオリオン、これに続いてウィンカーネリア、内からはメイケイエール、その外にシュネルマイスター、ソウルラッシュ、それに続いていますシャンパンカラー、その前に進出ダノンスコーピオン、それに続きます。その外にレッドモンレーブ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。ソダシ、ソダシ、後続を引き離します。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ソダシ先頭、後続とは3馬身以上の差。これはセーフティーリードか、内で食い下がる、ジャックドール。ソダシ先頭、200を切った。ソダシアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はシュネルマイスター。ソダシこれは体勢消したか。ソダシゴールイン。2着はシュネルマイスター。3着にソウルラッシュ。勝ったのはソダシ。このレースを制したのはソダシ。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。マテンローオリオン前に行きそうです。先手を取ったのはジャックドール。その隣にソダシ、その外からドルチェモア、その外にカフェファラオ、ガイアフォース、そのうちに続いています。その外にウィンカーネリア、内からはシャンパンカラー、その外にシュネルマイスター、内からはメイケイエール、その後ろにダノンスコーピオン。並んで10番ソウルラッシュ、イルーシブパンサー、この馬もこのグループ。その横にレッドモンレーブ。これはややハイペース、前の馬には厳しい展開です。さあ先頭はソダシ。ここで先頭が入れ替わりました。シャンパンカラー、ソダシ2番手に控えました。最後の追い比べ、先頭はソダシ、しかし後ろとの差はわずか。これはどうだ。ジャックドール前に並びかける。前に迫るシュネルマイスター。あと 200m、 先頭はソダシ、2番手はソウルラッシュ。一気に足を伸ばす。ソウルラッシュ抜き去った。ソウルラッシュ、ソウルラッシュ、1着、2着にはどうやらガイアフォース。勝ったのはソウルラッシュ。このレースを制したのはソウルラッシュ。ソダシ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。5番ソダシ行きました。先手を取ったのはソダシ、ジャックドール、それに続きます。その外からカフェファラオ、並んで15番マテンローオリオン、ここにつけたのがドルチェモア、これに続くのがガイアフォース、その隣にウィンカーネリア、内からはメイケイエール、その外にシャンパンカラー、その外にシュネルマイスター、ダノンスコーピオン、そのうちに続いています。その外にレッドモンレーブ。ここまでほぼ平均ペースです。先頭は依然としてソダシ、2番手はジャックドール、カフェファラオ、3番手、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ソダシ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。ジャックドール、足色は十分、前に迫れるか。200を切った。先頭はソダシ、2番手はジャックドール、ソダシ先頭、セリフォス、わずかにソダシ、体勢有利。